ルケインさんのブースにやってきました。では自己紹介からお願いいたします。はい、バルケインの赤羽です。よろしくお願いします。冬の東山湖で使えるおすすめのルアーですとか、はい、アイテムなどありましたらご紹介お願いいたします。はい、今期ですね、東山湖さんだいぶ冷え込んで、今日もチーム戦で僕も出させてもらったんですけど、ニューアイテムっていうところでご紹介させていただければなと思います。はい、で、まずこちらですね、アストラルの 3.2g、こちらなんですけど、ハイウェイトウェイトのスプーンになるんですけども、こちらがニューアイテムということで、後ろにいる、荒川さんがちょっとプロデュースした、ニューアイテムとなっております。でやはり東山湖さん大規模ポンドなので、円筒が効くというところと、この冬下に沈むというところで、しっかりと下円筒して下もしっかりと浮き上がりづらく引いてこれるというところが一つポイントになってくるっていうところと、もう一つ、こちらバルキャノンの4グラムメタルバイブなんですけども、今期もまた新色追加してるんですけども、やっぱ冬場というところでメタルバイブ鉄板ルアーっていうところになります。でもう一個だけご紹介させていただいたのがありまして、ちょっと今日も僕釣りさせてもらってて、かなりブラウンとか色物系がかなり釣れたんですけど、こちら、バルケインとして初の、ミノーですね、トゥイッチングミノーということで、来年1月頃ですね発売予定になる新作のアイテムなんですけど、もうスローシンキングのミノーなんですけども、きっちりと色物を釣ることができるようなトゥイッチングのミノーになります。でこの、状況で本当にブラウンとか色物たくさん入ってるので、ぜひぜひ皆さんにもね使っていただいて、マス以外のやっぱり魚種も楽しんで釣っていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。バンフックさんのブースにやってきました。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、こんにちは、バンフックのフィールドスタッフの和田光輝です。冬の東山湖で使えるおすすめのルアーですとかアイテムがあればご紹介お願いいたします。そうですね、冬の東山湖の定番パターンというのは、一番はやっぱりスプーンのボトムからの巻き上げ、しっかり着底させてから巻き上げていく釣りで、ある程度浮かしてからまた落として巻き上げていく釣り、あとは氷点下まで結構気温も下がるんで、ボトム系のルアーですね、ボトムプラグとか、メタルバイブとか、ボトムスプーンもいいですね。と、昼間気温が今みたいに昼間になって上がってくると、魚も浮くんでクランクベイト、ディープ系のクランクがおよそメインになるかなと思います。はい、でそれにちなんでおすすめのフックがありまして、今日の試合も、もうスプーンの巻き上げだけで釣ってたんですね。でスプーンの巻き上げ釣ってたのは SP の 31F、 これの6番と7番をメイン、だいたいスプーンも 1.6g から 2g 台までをこのフックでずっとカバーして、でもっと重たい 3.5g とかもっと重ため投げるんでしたら5番、 31F の5番、もう軸も SP の11、21、31とあるんですけど、東山湖さんはもう31、一番定番の太さでベストかなと思っています。で、次にボトムパターンですね、ボトムプラグになってくるとこちら BC33 シリーズ、特に8番7番あたりが一番使いますかね。ボトムプラグ、あとはボトムスプーン、ボトムメタルバイブ、もう全てこれでこなせます。ただ魚の食いがよりスローになってくる朝一とか、あとは普通にちょっとプレッシャーかかった状態で魚ゆっくりこうつまんでくるような時は BC33 のフックよりも細軸になってる、かつワイドの SW21F というフックがあるんですけど、これのだいたい8番とあと7番あたりを使用して、またそのゆっくりとしたなかなか乗せづらいような魚をこれでかけていくっていうフックの使い分けをしていれば、ある程度攻略がすごいできると思います。はい、そんな感じですね。名村屋さんのブースにやってきました。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、名村屋の山田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
冬の東山湖で使えるおすすめのルアーですとか、はい、のアイテムがあれば教えていただければと思います、はいはい。まずですねおすすめなんですけれども、年明けに、発売する予定の、メタルバイブレーションですね、はい。こちらになるんですけども、よいしょ、ですね、こう見ての通り、非常にちょっと小さいサイズになっております、はい。ただですね小さいサイズなんですけれども、このブルブル感っていうのがものすごく強く出るように、はい、設計をしております、はい。でですね、昨日もちょっと、テストで使ったんですけれども、すごく釣れました、はいはい。でまあ、年明けにまあ発売予定なんですけれども東山湖でもしっかり釣れますので、はい。名古屋からですねこれぜひおすすめしたいです、はい。で製品名がツーウィンというツーウィン、はいはい。メタルバイブレーションになりますのでよかったらぜひ手に取ってもらいたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ティモンさんのブースにお伺いいたしました。ではまず自己紹介の方、はい、お願いいたします、はい。ティモンの杉山大吾と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。冬の東山湖で使えるおすすめのルアーですとか、はい、うん、アイテムなどがあればご紹介いただければと思います、はい。このティモンのルアーは結構この東山湖で、はい、テストしていることが多くて相性がすごくいいんですよ、はい。なんで、まあ、どれでも実際釣れるんですけど、うん、今この撮影している冬の時期のおすすめのルアーとしますと、まあ、スプーン系でいうとティアロの 1.6g とか 1.9g とか、はい、その辺が、まあ、東山湖ではこう、有効かなと思います。でプラグ系で言うとやっぱね、冬の時期は結構やっぱ魚がボトムに固まるので、はい。タップダンサーとかね、ダートランといった、まあ、底付近を狙うルアーが有効になってきます。はい、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。プリズムデザインさんのブースにやってきました。では自己紹介からお願いいたします。はい、プリズムデザイン代表の西川です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, お願いします。冬の東山湖で使えるおすすめのルアーですとか、はい、アイテムがあればご紹介をお願いいたします。わ、はい、かりました、ここ東山湖フィッシングエリアさんはですね、かなり面積が広い釣り場になってますのである程度ルアー自体にパワーが必要になってくると思うんです、はい。で、おすすめしたいのがこちらストライクダディの 3.5g ですね。はい、またここね、桟橋までの距離がありまして竿抜けのポイントとして遠投が必要になってくることもあるので特にこのストライクダディ 3.5g だったりあとはですね、バディマミーの 2g、2.5g っていうのをおすすめしています、はい。カラー的にはですね、ここ、まあ、緑系だったりとかメタリックが強いんですけど僕が一番好きなのは黒系ですね。シルエットがはっきり出るカラーです。これをよく使ってますね。今ちょっとストライクダディ 3.5g が売り切れてなくなっちゃってるんですけれどもこちらファットバディ 1.6g とか 1.9g とかでも対応可能なのでぜひ使ってみてください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。やりえさんのブースにやってきました。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、すいません、やりえの海姿と申します。よろしくお願いします。お願いします。冬の東山湖で使える、はい、おすすめのアイテムがございましたらご紹介お願いいたします。はいはい、2つありまして、1つは、こちらのティーフレッシュエボの 1.8g こちらはボトムから巻き上げてもらってで中層まで巻き上げたらまた沈み直してっていう、まあ、いい感じで斜めに巻き上げれるスプーンです、はい。それともう1つ、今回新しく出しましたエイジフックの12番、これは本当に東山湖の魚でちっちゃいスプーンを、使うときに魚の口があんまり開いてない状態でもちゃんと口の中に残るいい針になってますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい。